まあ、キックオフ直後のこの一連のプレーで田中さん、いきなり点がありました。岩崎のヘディングクリアミスから、はいはい、まあ、ピッチ状態をよく見てね、まあ、速いボールを入れて岩崎のクリアミスを誘いましたよね。前田もしっかり叩きつけましたね。ただその後前半5分コーナーキックで今度山さんがやり返したというか、まあ、取り返したというね。そうですね、まあ、自分のミスからね、なんとかしてもゴールしたいって気持ちはあったでしょうね。まあ、本当にいいコース飛んでましたよね。さらに前半14分です。このコーナーキック最初青木がまず競り合いました。そしてこのドゥトラ、いやこれはもうスーパーゴールでしたね本当に。2対1と前半14分に勝ち越し成功です。もう一度ご覧いただきます、まあ、これもね、すべて鹿島の選手が先に触ってるんですよね、まあ、本当にオーバーヘッドは素晴らしかったですけどね。そして43分です。前半の終了間際ルトラ大迫がまあ後半ちょっとこういうプレーが少なくなりましたが、でも前半は非常にいいところを見せてましたね、まあ、今日本当に得点の匂いを感じさせるようなプレーはしてましたからね、ジュビロはとにかく1点をまずは返さなきゃいけない中、後半が始まって後半開始2分です。山崎、ようやくボックスの中で山崎がこう仕掛けるシーンがありました、はい、まあ、ボックスの中で仕掛けると彼の持ち味とはより発揮できますよね、一方で鹿島は6分です。ドゥトラ、これは川口ナイスセーブ、まあ、これは強烈なシュートですね、まあ、なかなかジュビロの中盤の選手がね、ドゥトラを抑えきれませんでしたよね、はい。そして後半21分です。このフリーキックからこぼれて最後はジュニーノが押し込みました。これで3対1と変わりました。遠藤の柔らかいキック、そうですね、うまく西が競ったこぼれ球をね、まあ、岩政絡んでなかったんですけどね、まあ、そのままジュニーノがコントロールしてシュートしましたね。そうですね、まあ、さすがっていう感じの嗅覚ですね。